さあ、マガジン、ちょっとまだ大丈夫ですかね。動いてますね。大丈夫ですね。そうですね。キプキプ動いてますね。はい。Fire in the hole! Fire in the hole! グレネード入れて。I got one! おっと、これはグレネードが、いいですね、見事にマンチョ選手を捉えましたね。はい。さあ、ハルカル選手をまずよくやったと。ラジオチャット。しますね。シャカ選手は、なるほど、赤いまで出てきてるんですね。取れましたね。取れましたが、絵に返さず、アジトのように見るだけ。そうですね、はい、まずはファーストラウンド、マンチョ選手がグレネードで飛ばされて人数不利の状態のデトネーターですが、はい、じゃあ、ハルカル選手ゆっくりとセンターを進んでいく状態ですが、さあコンテナの方にはケインエック選手が進んでいってます ね、はい、ましたね。ちょっとデトネーター2側にちょっと寄り気味ですね、はい、さあこのシャカ選手はこの位置、はい、端から見てます。若干人数有利の状況ではあるんですが、アクションかけづらそうにしてますね。はい、こちらに寄っていってますが、シェルノーム選手その左側にいることを気づいていない。まあこれは気づかないでしょう ね、 そうですね。シャカ選手ここ、しかし若干シャカ選手もニアミスのような形になって、ね、ああ違った、2人ただこれは完全に分かっていない状態ですが、しかしロビン選手はこの位置から、はい、おお、でもそれでもシャカ選手は見切りしましたね。合わせてなかったですね。あの後気づいたんですね、はいはい、一瞬で2キロ叩き出したシャカ選手、残り1人。さあダクッテ選手が動きはプリントマンで逆に、はい、軽やかに、ね、はい、軽やかに言ってましたね。逆にライフマンをしているロビ、ヨッピー選手が今までのポイントマンの、はい、ポイントマンの感じがすごい抜けてない感じしますか、はい、そうですね、はい、さあグレーはどんどん投げていく。速攻は取れましたね、グレーのネタ。そうですね、なんとかファーストキルが取れたサンシスターだったんですが、この先ほどのラウンドは取れず、そうですね、生かせなかったです、はい、さあグレネードを構えて、おっとセンターでランブ選手がロビン選手を倒してますね。ロビン選手がおそらく少し前面に詰めたところを倒したようですが、はい、この先は上にいるんですね。上ですね、ここですね、はい、マンチョ選手はこの位置、ここはロビン選手が詰めましたね。またもやダブルキルですよ、はい、人数かけて詰めてきてキル取れました。もうこの試合というか今日サヤツ選手が止まらないですね、はい、止まらないですね、はい、これで一気に人数不利になったサンシスターですが、ランブ選手、ハルカル選手2名でデトネーター4名生き残っている状況からの攻め。さあその先はシャカ君がいる。たまにはシャカ選手の置き方見てますか。はい、ここですね、ここで半身を出して出てきたところをまず1人、そして2人目は外すが、ここで UAV ですね、はい、UAV を取って味方に任せるか、分かんなかった。あ、これ時間使ってますね、はい、ここで時間を使って、ここでもしやれなくてももう味方が来ているとこの位置ですからね、はい、うまく時間を使っていきます、はい、待ちました、はい、これは結構な勢いで走行走ってきましたが、マンチョ選手、ロビン選手の手に走行内入っている状況で、マンチ
しました。まずはカウントキーを取って春風選手がカバーをしますが、ロビン選手も瀕死ですね。はい、さあその間にセンター入り込んでいたケイン選手はロビン選手にやられてますね。そうですね。3対3チャリと見るところランプ選手カッター外してニナカその間に入り込んでいるんですが、さあこの春風選手がおお後ろ取りましたね。はい、私たちただ C4 がないんですね。ないですね。落ちてますね。あそこ落ちてますね。あれを拾いに行くのが、はい、2枚落ちてます。見られてますねラム選手。あ拾えますかね。これはこの形ですね。あ、そうですね、落ち気づいてないですね。気づいてないですね。はい、はい、さあここでゆっくりと二中に入ってシーフォー設置している間、走行側をランブ選手が警戒。はい、おっと、あセンター見ましたね。ヨッピ選手逆行ってましたね今。さあこの先には再発選手、瀕死の再発選手ですが、さあ出会うか。後ろ。そうですね。はい、さあ残るは春風選手一人となりました。体力が少ないですが再発選手も瀕死。ただヨッピ選手はフル HP ですね。はい、あと5秒持ちたい。5秒持ちたい。どうなる。あーここはこれは大きいぞ。大きいですね。取れましたねこれは。これ取りましたね。はい、あこれは見事でした春風選手。これで1本取り返して1対2。本部に帰還せよ。ご苦労だった。これはうまいことできましたね。個人技ですね。はい、結構あのこのグラウンド多いですね。多いですね。1人残ってうまく取り倒したみたいな。さあこちらはシェリルノーム選手、定番のドノノが、まあ、デトネーターの守りとしてはあそこから狙われるような場所では見てないですね。そうですね。こうゆっくり来てるときにいつ中からグレが飛んでくると飛んでしまうんですね。はい、そうなのでこの前ではちょっとスピード上げて進めていきたいところでもあるかと思います。うん、怖くないですね。ああいう感じで。そうですね。はい、ランブ選手も結構食らいましたね。はい、UV を抑えてる中突っ切っていく。この先マッチが入っています。あの腰が詰めてきました。あ、UV 取られましたね。 UV 取られて、はい、ロビン選手がダブルキル。いやー無線ここ入ってきて、さあここ釈迦選手、はい、ランプ選手、ああこれは真っ白になってしまった。ナイス、ヨッピー選手がダブルキル。これで1対3、はい、デトネーターが2本リード。今はデトネーターのうまさが目立ちましたね。そうですね。取り合いをどうするのかっていうところと、まあ、1枚をどうやっていくのか、うん、これはああさすがに不利ですね。不利ですね。キルの取り返しもできなかったっていうところでちょっと攻め側ですね。はい、サンシスター、まだいるまだいるまだいる。ね、えぐいですね。はい、攻めづらくなったサンシスター、はい、ロープと DD 行きづらくなってしまった。クリアリングはしっかりとしながら、はい、南部選手はこの位置まで出ていく。こうやってゆっくり進むしかないところがスナイパーの辛いところだな。おお、これは当たったかなと思ったんですが、はい、強ポジで頭1個しか出てないですね。はい、そうですね。エネミーグレイド来る。このタイミングで入っていく。しかしこれをサヤツ選手が抑えて、おお、ダブルキル。作戦は失敗だ。一気に三人抜きですね。はい、このサヤツ選手がやばいですね今日は。インディアといい、ハンマーブローといい、
大暴れ状態です。はい。ポニョ。ファイルのホール。ファイルのホール。さあここを思い切って顔を出してきたルビン選手、はい、春風選手をまずはゲット。おーレッツ選手、ここはチームを救うダブルキル、しかしグレネードで2人を飛ばすシャカ選手、素晴らしい。いや、このシャカ選手のグレネードのカバーがすごくいいですね、いいですね、はい、今日非常にそういうの目立ってますが、ゲームされてしまったか、そんなことはないか、そうですね、大丈夫ですかね、はい、はい、大丈夫ですね。さあシェルノーム選手はセンターライフルマンで M4 を持って進んでいきますが、そこ前ヨッピ選手は詰めてますね。ファイルのホール。いやこれは苦しい感じに見えますが、はいはい、これ見えるのかな、お、いた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 、ね、今気づきましたか、気づきましたね、ああ、ヨッピー選手は見えたけどランプ選手は見えなかったという位置なんですね、感じですね、はい、本当にチラリと見えた、はい、ただおそらく今のヨッピー選手の瞬間本当に少ししか見えてないと思うんですが、だと思いますね、よく決めてきましたね、はい、これで1人になってしまったな。シェルノーム選手、シャカ選手、ヨッピー選手、サーハツ選手の3人を相手にこのラウンドを取ることができるかというところなんですが、苦しいですね、苦しい、 HP が削られてしまった今ので、前半最終ラウンド、これは辛い、しょうがない、これで1対5、4本リードした状態での攻守交代、デトネーター、はい、攻めがデトネーター、守りがサンシスターに変わります。シェルノー選手がスナイパーを使わないですね、そうですね、これはなんでなんでしょうね、作戦だと思うんですけど、はい、まあ、ニスナというのがデトネーターに対して相性悪いというところがあるのかもしれないですね。でしょうね。はい。さあ、あと2ラウンド取れば準決勝進出が決まるデトネーターですが、攻守交代のこのファーストラウンドはどういった攻めを見せるか。攻め守りともに、まあ、お互いオーソドックスな形を引いています。はこの後、おっと、ここは暴れているところ、センターラム選手が引き落とします。あー、上に引き取られてきたね、はい、エク選手、ケンエク選手が一人ずつ倒して、はい、ヨッピー選手も行きづらい、そうこの上をうまいことお互いのチーム、両チーム活用してますね。残ったのはこのシャカ選手ただ一人という状況ですが、はい、この FR、 いや、ああいう形のドラッグが本当にうまいですね、うまいですね。シェル選手のスコアが1位だったのが0になっているので、 TK しましたか、かまかな、ちょっとどのタイミングでしたのかわからないですが、スコアかもしれないですね、はい、あ、わからない、はい、あ、じゃあキルはできてないところですね、大丈夫ですね、はい、キルが取れてないんですね、取れてないですね、難しいですね、チームのために選択した戦略なんでしょうか、うん、さすがにシャガ選手この状況は厳しかった、はい、厳しかった、これで5対2、まだライフルマンですね、うん、ですね、壁に消しますね、センターはこの位置から決め打ちしながら入っていくのがもう一つ当たり前のような形になってますね、うん、そうですね、守り側はこの位置に春風選手、はい、そして市中はシェルノム選手はこういう見方ですね、はい、センターは健一選手そして走行上にはこのベック選手が待ち構えます。
さらに下側はランブ選手がスナイパーライフルで覗いているという、はい、こういった布陣、はい、ここをどう切り崩していくのかというところなんですが、今のところ時間だけは過ぎていっているような感じに見えますね。後ろがやうるさいのは、さあマンジョ選手がグレネードを入れてここから飛び込んでいく、はい、か飛び込んでいきます。さあ行ってからしっかり守っている中、これは銃弾が飛び交うがお互いキルが出ないというところで、ハルカ選手が生き残倒れたのかな。そうですね、またシャカ選手が一人残ったような状態になりましたが、はい、足が見えてそれを打ちに行きましたが、しかしこれは逃さないシャカの選手、はい、あの本人もともとスナイパーに足打たれるの分かってるんですよね、はいはいはい、なので打たないようにとジャンプしてるんですが、ジャンプしてるんですが、シャカ選手は落ち着き払ってましたね、はい、チラチラと見える足で着地地点を綺麗に置いてましたね。はい、ここは一発外して、これも外れる。いやベック選手うまい動きでした。はい。本当に機関せよ。照準絞らせなかったですね。そうですね。さあこれで5対3。はい。さあまだまだ守りがやっぱり浜ブロ強いので、ここで連続して取れればいいんですけどね。そうですね。サンシスターとしては。これをもしサンシスが勝てば次のマップはどこになるんですか。次のマップはですね、キャノン、キャノンですね、はいはい、しかし勝てるのか。おっとラッシュ気味に、おっとこれはもう入ってきますよ、ね、サヤツ選手今日乗り乗るサヤツ選手がまず1人、2人目はならず、キンイク選手がダブルキル、はい、しかしフォロー入ってます。はい、ね、マンチョ選手がフォローして爆弾が高さにいるところいますね。はい、繰り返しを見てみましょう。ベック選手失敗、決め打ちながら飛び込んでいくところ、ランボ選手は後ろからついてくる。さあ木を倒してじわじわと行くんですが、これは苦しいか。ベック選手倒される。これでリーチをかけたデトネーター。本部に帰還せよ。これまた今のはマンチュ選手のいいところの活躍ですね。トラックの上に乗って強く強固地で守っていたという、はい、あ、ここ乗ってますね。シャカ選手はもうこの位置でずっと、はい、見てますね。爪を警戒してる感じですね、はい。ベック選手はおそらくね、はい、センターを抑えるランブ選手、ケンイク選手はこの位置、あ、ツースナイになってますね今シェルノーム選手。あ、スナイパー切り替えてきましたね、はい、切り替えてきました。キルも2つ、シェルノーム選手はこの位置で、はい、さあさあ、シャカ選手がゆっくりと入り口方面、おっともうここ、サヤツ選手はこの位置ですね。シェルノーム選手、中入ってきましたね、うん、スナイパー。さあ、若干マンチョ選手が削れているところで、はい、どのタイミングで誰を先頭に入っていくかというところなんですが、今、2人ほど見えたんで、一気に、これスピード、はい、スピーディーにシフトしていきますね。シフトしていきますが、ベック選手がいるんで、そこちょっと移してもらえますか。はい、ここですね、はい、下で見ています。ここは勝ち合いそうですが、あ、上を警戒していますねやっぱり、はい、あ、これ1回引きますね、引きますね、人数、ね、足音の数が引きましたね。で3番ケンイク選手がフォローになってきて、あ、これはフォローでダブルキルは、ベック選手がダブルキル、はい、さあここからの取り返しですね。人数が多いんで削られないようにしたいです。あー、しかしここでロビン選手がまず1人倒して、はい、しかしこれこの位置は気づいていない、気づいてない。残る1人は
ここですね。全員スナイパー。釈迦選手。さあ、生き残ってる3人全員がスナイパーという。あと、ナイスヘッショー。おー、今のも当たったかと思う。そんなエムでしたが。そんなエムでしたが。飛び込んできて、ハンドガンで置く。どうするんだ？時間を使いたいが結構厳しいポジションが。あ、ここに入ると時間がうまく使える。はい。はい、残り12秒、11秒。あ、今裏に入られるまでに仕留めたかったですね。はい、選手。なんとか通したんですが。間に合わないですね、これ。間に合うのか？間に合わないですね。ゼロと。間に合わない。はい。いやー、今もう、タンク裏に入られる前に倒したかったですね。そうですね、はい。あの時に、はい、もうちょっと早めに。